はい、皆さんこんにちは。福岡支部教室からのお話、これをお届けしたいと思います。まず今日の最初のお話はこのご質問から始まりますが、人にとっての幸福とは何かということなんですが、具体的なご質問は、人はどうして刺激や興奮を求めるのでしょうか。自分には全てが揃っていて満たされていると感じ、感謝できることで柔らかくて温かい気持ちになることがあります。一方で人生がそれだけだと物足りず、面白いもの、興奮するものを欲しくなってしまいます。そうやっていくうちに、そっちの方が楽しく歓喜があるので、だんだん感謝などのことを考えないようになっていきます。控えの輪で学んでいる感謝などのこともだんだん面倒くさく感じて、なんとなく見ないようにしている、そんな感じの時があります。根拠はありませんが、刺激興奮を求め出すと感謝や優しさなど大切なものから遠ざかっていくような気だけはしています。でも刺激や興奮はある程度あった方が人生を充実させるためには良いと思っています。刺激や興奮などを求めることについてどうお考えでしょうか。ここで刺激とか興奮と言われているものはですね、仏教の哲学で言うと、そういった喜びとその裏の苦しみ、これがセットであるというのがポイントだと思います。刺激興奮の最たるものとして、勝利、単に勝つっていうのがあると思うわけです。でただ単に勝つっていうその歓喜、興奮は裏側に負けるということの苦しみ、これがセットにある。つまり喜びとその裏に苦しみがセットになっているんだということになる。で、こうして人が刺激や興奮を求めるっていうのはあるわけですが、それを乗り越えていくためには、それが苦しみとセットになっている苦と楽が表裏であるということを考えることが重要だというのがあります。そしてもう少し言うと、その刺激や興奮、これを求めてばかり言うと、人生の後半はだんだん幸福感が尻すぼみになる。例えば他人に勝つということも、だんだん人生後半は難しくなっていきます。老い、闇、死んでいきますから。若さは衰え、知能も衰え、健康も衰えってことですね。要するに老人が若者を羨むというのがありますが、勝ち負けっていう意味で言えば、人生後半はどんどん負けていくプロセス、ということ。一方、それを乗り越えた生き方っていうのは、その人生後半が尻上がりになっていくということですね。じゃあそれを乗り越えた生き方っていうのはどういうことかというと、自分や自分のものばかりにとらわれてですね、それをなるべく増やして、他と争って勝つと、そういったような生き方、そういうことによる幸福およびその裏の苦しみ、こればかり求めるんではなくて、心が静まってこう広がった状態、心が静まって広がった状態、これを求めていくということです。これはある意味では悟りというものに近づくわけですが、生き方としては、その自分や自分のものばかりにとらわれずに、他と苦しみや喜び、これを分かち合っていくっていう、そういった生き方ですね。ここで感謝、どう分かち合いっていうのが出てくるわけですが、これは他に勝って幸福になるというのではなくて、他を愛して幸福になるということだと思います。勝ったり負けたりの場合は、勝った場合の歓喜、興奮、刺激と負けた場合の激痛、これがこうセットになっていく、ある意味じゃ躁鬱のような状態になっていくんですね。絶えずこう心がこう波立ってるわけです。ただその波がですね、こうだんだん上がっていけばいいんですが、人生後半だんだんこうやってこう下がっていくっていうことね。で、一方その静まった広がった心っていうのは、その先ほどお話したように、他と苦楽を分かち合っていくという道ですから、その勝利の歓喜と敗北の苦痛、そういった波っていうのがだんだんなくなって、こう心は静まっていく。で、心が静まってきて、かつこう温かくなっていく、
広がっていくっていうことです。その広がるのはなぜかっていうと、自分や自分のもの、これをできるだけ増やすっていうことで他と争って勝つっていう場合と違って、その他と苦楽を分かち合うっていう意味で、自分だけじゃなくて他人のところまで意識がこう心が広がっていくっていう状態ですね。静まって広がっていく状態です。で、これはまあある意味では刺激がない、物足りないっていうところがあると思うんですが、しかしその裏側には苦しみがあるんだという、そういった知恵を磨くことによって、徐々にそういった刺激ばかりを求めるんではなく、心が安定して広がった状態の方が、自分にとってより幸福なんではないか、長期的には幸福なんではないかという考え方、これが出てくるわけです。まあ、波立たず、静まった、広がった意識ですね。で、それがだんだんその訓練をすればするほど年を追うにつれて、まあ、深く広くなっていくわけです。勝つ幸福、勝つことによる刺激興奮というのはだんだん年を取るにつれて弱まっていく。それがなかなか得られなくなるに対して、こう静まった広がった心っていうのは、その完成度がですね、年とともにこうだんだん深まっていく、まあ、知り上がりになっていくという。で、それだけではなくて、何か自分が何か重要なことを成し遂げるっていうかな、まあ、自己実現というような視点、これを持ってみても、実はこの静まった広がった心の延長上に、長期的には大器晩成型のですね、まあ、実現というものがあると思います。先ほどからお話しているこう単に勝って幸福になるといったような幸福感、勝利の幸福感ですか、勝利とかね、お金とか、名誉とか、そういった幸福感、これは一つの自己実現なんでしょうが、しかしまあこういうことに関心がある人にとっても、その若い時に、こうすぐ勝ちたいというんではなくて、本当に重要なのはこう人生全体でですね、自分のなすべきことをなす、ないしはまあ非常に優れた業績を残すということであるとすれば、ね、静まった広がった心がもたらすこの恩恵はですね、非常に重要なものになります。まあ、まず心が静まって広がっている場合、心因性のっていうのかな、要するにこう心が安定してた場合の方が体も安定する、つまり健康長寿、これが得やすい、これはあるんですね。あと心が静まって広がっている方が、当然他と無駄な争いはしませんから、そういった意味ではまあ、要するに人間関係もこう改善されていく、人間関係を良好に保ちながら、そして、健康を保つっていうんで、こう成功のための資本、うん、体が資本とか、その人脈が資本というふうに言いますが、それがこうだんだん年を生んで充実していく、まあ勝った負けたっていうか、自分や自分のものだけを増やそうと思っている人に比べると、少しずつこうより優れた状態になってくるわけです。まあ、分かりやすい話をするとですね、信長、秀吉、家康、これを比較で、よく分かると思います。戦国の世を制したのは家康だったわけですが、信長はなぜダメだったか、これは謀反で本能寺の変で運命尽きたわけですが、これは人間関係、これは良くなかったってですね。苛烈な性格で比叡山も女子供も含めてこう焼き討ちにしてしまいますから、まあ、最終的にそのこう部下が謀反を起こすということになりました。で、彼は49歳で命を終えたわけです。一方秀吉がその後の天下を取ったわけですが、まあ、彼は非常にこう人間関係に優れていた人なんですね。敵をこう味方にするような、ただ天下を取ってからですね、彼はちょっと傲慢になってきて独裁者的になったのとともに、呪落帝なるという言葉で言われるように、かなり遊んでしまったんですね。彼もやっぱり刺激が欲しかったんだと思う。ただそれは結果として彼の寿命62歳ですね。要するにやはりこう短命で終わる形になりました。その結果彼の時はですね、彼はこうトップに立ったんですが、その彼の子供、つまり豊臣幕府とか豊臣政権とは長く続かなかったんですね。で、最後に出てくる徳川家康という人物はですね、まあ、非常に辛抱強い人で、しかも健康マニアだったんですね。家康の康というのは健康の康って書きますが、まあ子供の時に捕虜になって、
そしてまあ戦にもなかなか勝てなかったんでね、そういったところからですね、辛抱っていうか、心のこう落ち着きっていうんですかね、強さってこう学んだんだと思います。またなぜ健康マニアになったのか分かりませんが、自分は要するにすぐには体勢はなせないと、長く生きてこう粘り強くやっていくしかないというふうに思ったんでしょうか。彼の行く人生、思い荷を背負いて長い道を行くようとし、不自由を常と思えば不足なし、怒りは敵と思いなどといったこう行くにあるようにですね、粘り強く辛抱強く努力していくっていうことが自分の唯一の成功の道だと思ったのかもしれません。そうした家康、76歳まで来ました。49、62、76、この10年単位でですね、信長、秀吉、家康のこう寿命の違いがですね、最終的に天下が家康の方に転がり込んでいくということになっています。まあ、家康にとっては最大のライバルである信長や秀吉が自分が戦うことなくこう去っていくわけですよね。まあ、人はみんなその同年代のライバルとかに何とか勝ちたいと思って、勝つためには場合によってそれにこだわりすぎると悪いことまでしちゃう、または体に無理をかけるっていうようなこともするわけですが、しかし家康は自分のライバルがその自滅してって、最後に自分のところに勝利が転がり込んできたってですね、まあ要するに自分の中のそのむさぼりとかね、怒りとかね、それから怠け心とか、そういったものに打ち勝った家康は粘り強く長く生きて努力をし続けた結果として、そこまでできなかった自分の中の敵に負けてしまった信長とか秀吉ですね、信長は多分怒りに負けたんですかね、そういった意味で謀反、これを起こされてしまった。秀吉はまあむさぼりとか慢心ですかね、天下取った後にこう遊びすぎちゃって、でそうやって自分の中の敵に負けた非常に優れた才能を持っていた好敵手が自ら去っていって、彼らと戦うことなく彼らの政権をこう譲り受ける形になりました。まあ織田がついて豊臣がこねた天下餅、笑って食うは徳川、棚からボタン餅だった。他と争って他と勝つのか、それとも他が自らおのずと退いて自分が勝つことになるのか、まあ無敵っていう言葉がありますけどね、敵がないっていうのはですね、まさに家康みたいなことかなと思います。争う敵がいないわけですから、自ら退いていく、それは彼が何に勝ったからか、それは自分の中の弱さに勝っただろうと思うんですね。まあ人の最大の敵は自分の中にある弱さで、それに勝って節制ができたものは、それは結果として健康長寿、そして粘り強い努力の力、これを身につけて、結果としてライバルはおのずと去っていく、よって無敵であるということです。本当に強いっていうのはどういうことなのか、単純に他人とこう争って他人を攻撃する力が強いのか、そうではなくて自分の中にいる敵、これに打ち勝つ力、これが強くて、その結果おのずと勝者は争いを超えたところで決まっていくんだと、ね、まあそれをもうちょっと言い換えると、継続的な努力がどのぐらいできるか、相手を攻撃する、また相手の足を引っ張るってことは、よくそのこの世の中の争いでもあると思うんです。まあそれはビジネスでもあるでしょうし、スポーツでもあるでしょうし、それからまあ戦争でもある。しかし、そういった相手の攻撃力というよりも継続的な努力ですね、継続力っていうんですか、それが本当の力じゃないかと思っていて、それをこう身につけられるかどうかが最も強い人間になるかどうか、これを決めるんではないでしょうか。まあ継続力、忍耐力、これが他人に対する攻撃力よりも強い競争力になるじゃないか。真の競争力っていうのは自分の中の敵に打ち勝った結果の継続力、忍耐力、まあ努力のことじゃないかなと、まあそういうふうに思う。でそうするとですね、これちょっと言葉でキーワードを変えると、忍耐力、継続力、努力っていうのは
言葉で書いてある時間なんですね。時、時ですね。時ほど強いものはないというふうな思想があります。時のもとで全ては去っていくわけです。どんなに才能のある人もその寿命が短いという意味では時に負けていくですね。信長のあの才気、豊臣のあのこう才能、これは時とともに彼らの寿命がついて消え去っていくことになりました。より長くより継続的に来た家康、徳川、その力が勝ったわけです。時より強いものはない、時が最高の力よって継続力、忍耐力以上に強い競争力、これはないのだということではないかと思うんです。そういったことから言うと、人生後半に大きな達成を得る、大器晩成で何か大きなことを成す、これは非常に刺激的で興奮、的なことだと思うんですよね。で、そのためには静まった広がった心、これをなるべく早く身につけて、で継続的に努力していく、そういった力、そしてその土台である良好な人間関係や、まあ、健康な体といったものを得るということができるんではないかなと思います。それからもう一つ、心が静まって広がっているとですね、直感、ひらめき、これが生じやすいということがあります。何か重要なこう決定をするときに静まった意識、これでやるとこうひらめき、これが湧きやすい、まあ、直感力、直感知になると言います。まあ、もうちょっとこう何て言うかな、分かりやすい言葉で言うと、人間が、分かりにくいかもしれないけど、人間はそもそも持っている自然な力というか野生の力っていうんですかね、そういったものがこう生じやすくなる。これも皆さんが何かの困難、これを克服する上で非常に重要になってくる。心が乱れているとですね、例えば勝ちたい勝ちたい勝ちたいとか思って、なかなかこうそういった直感は生じません。心が静まっていると、まあ要するにそういうのが生じてくるわけです。まあ、いわゆる無心無我の境地などと言われるものですが、勝つと思うな、思えば負けよって言葉にあるようにですね、我欲ですね、他人に勝ちたいとかいう気持ち、これを沈めて、で心が静まっている状態の方が他人もよく見えるし、状況もよく見えるし、敵を知り己を知れば百戦危うからずっていう言葉にあるように、心が静まってて、で物事をありのままに正確に観察できる、そしてひらめきが状態の方が、まあ、他人に勝つこともしやすいということです。まあこういった形で直感、ひらめきっていうのも静まった広がった心から生じるんであって、勝ちたい勝ちたいっていうばかり思う心から、刺激興奮を求めてばかりいる心から生じてくるわけではないということですね。まあスポーツなんかでは結構そういったことがあって、先ほど言いましたように勝つと思うな、思えば負けよってこともあるんですが、勝ちたい勝ちたいっていう気持ちが消えて、でなすべきことに深く集中している状態、これをまあ剣術とか、そうですね、仏教などの精神修養では無心無我の境地っていうんですか、スポーツでは最近ゾーン状態ですよね、ゾーン状態っていうんですね。でスポーツの競技なんかで、なすこと、やることなすことが全てうまくいくような状態、ないしはまあいわゆるそのプロ野球とかで川上哲治選手っていうのは昔打撃の神様って言われて、ボールが止まって見えたって、ね、それからはバレーボールで名セッテだった竹下選手がですね、その非常にみんながゆっくり動いていて、で自分が自分をこう自分のちょっと外から見てるような、そういう状態、バレーボールの状態、その時はこうやることなんですけど全部うまく、でそういった時はみんなこう心がこう静まってて、思考や感情が静まってて、まあ非常にこう普通ではない状態になって、まあそうゾーン状態っていうのがある。それもまた今言ったように静まった広がった意識状態なんです。まあ、そういったとこから、まあ、宮本武蔵なんかは剣術という殺し合いの世界とですね、それからそういった対極にあるのは禅定瞑想です、ね、という仏教の世界、これは一つのことしたと、剣禅一如、まあ、剣術の極意と、それから禅定ですね、仏教でいう瞑想の極意がこれ一つだと、相手と対してですね、勝ちたいっていうか欲、我こそはっていうか欲、これが静まってですね、そのこう敵と味方、自分体の区別がないようなこう静まった状態こそが、他人のやろうとすることが手に取るように分かり、負けることのない、そういった境地、なんだと、
自分が戦って勝てるか負けるかも分かるし、負けると思えば戦わなきゃいいし、勝てると思えばっていうより、勝つ時には相手がおのずと負けに来ると、要するに無心無我の境地、これが崩れた側が自ら焦って手を出して負けていくの、まあ、これが剣術の極意だそうですね。まあ、こうした形で静まった広がった心、弱性の境地っていうのは決してですね、つまらないものではなくて、それは人間の最高のパフォーマンス、自己実現の最高の状態、自己実現のための最高の状態です。まあ、こういった価値観、というか人生観、幸福感、そして自己実現の道っていうのもあるというふうに考えてもらったらいいかなと思います。ここに少しまとめて書いておりましたが、心の安定や広がり、これを求めるとですね、身体の安定、これから来る長寿っていうこと、人間関係のこう改善、あとはこう直感といったものがこうある。で、こういったものが長寿で良好な人間関係の中で、その最終的にはこう高度な知性ですね、直感知という高度な知性を兼ね備えた人格を形成し、それは人生後半に大きな業績っていうか達成、これを得る土台となるだろうというような話です。だからまあ刺激や興奮っていうのを求めること自体が悪くないとしてもですね、目先の短い刺激や興奮を求めるのか、人生全体を見てですね、人生全体、その幸福が、そして自己実現が尻上がりになるような、まあそういった道を求めるのかということがあると思います。まあ、そういった意味で人生を一つの修行と見るとですね、刹那的な幸福を若いうちに求めるのか、要するに刺激や興奮や勝利っていうのをいたずらに求めて、そういう道か、それともそういう道ではなくって、その心を安定させて広げていくっていうところから、その長期的に人生後半においてですね、大きな達成を得るように、その土台である身体、それから人間関係、そして非常に高度な知性ですね、直感力、ゾーン状態に入れる精神的状態、これを磨いていくかということだと思います。こういった2つの幸福感、人生観、そして自己実現の道、これがあるんだということです。まあ、単純に言うとローマ一日にしてならずということで、まあ、要するにこうちっちゃな刺激や興奮だったらですね、そのなんていうか、すぐに得られるかもしれませんが、そういったことばっかりやってると本当に、ある意味じゃこう重要な、本当の意味で刺激的な、本当の意味で、重要な幸福をもたらすような、そういった人生、これは得られないんじゃないかと思います。さて、2つ目のお話は、まあ、今後の21世紀の社会に関して、未来社会の思想に関してのお話です。これは今までの要するに個人の人生の在り方ではなくて、社会全体の在り方についてのお話になりますが、それも今日いただいている質問、これを具体的にご紹介した上でお話したいと思います。社会情勢についてですが、ギリシャの債務不履行、デフォルト問題で世界中が注目しています。一国のわがままで世界を混乱に陥らせてしまうのが昨今のグローバル世界の状況のようです。また自民党のマスコミに対する圧力発言についても、自民党のおごり、甘え、議員の意識の低下などが表面化してきていると思います。代表はどのように思われますか？まあ、このギリシャの債務不履行の問題は、構図としては EU 連合というそういった世界があって、その一部であるそのギリシャというのが、まあ10年ぐらいから経済危機、これに陥っているということですね。当初はですね、その頃の政権がですね、国民、そして世界、国際社会に対して、ギリシャの本当の、財政赤字っていうんですかね、債務っていうのを隠していたってことなんですよね。実は GNP の 13% 以上の債務があるのに、それを数パーセントだと偽っていたって。で、それが徐々に分かってきたのがこう 5年ぐらい前で、これは大変だったんですね。これは要するにギリシャ政府が外から借りてるお金を返せない状態になる。どんな国でも大体国債っていうのを発行しますから、国の借金ですね、
で、それは誰が持ってるかっていうと、日本の場合は日本の国債、大体日本の国民が持ってる。これが日本の非常に強いところなんですね。まあ、最近その情勢が不安定になると円が買われる。昔はドルが買われてたんですよ。円が買われるのはですね、日本ほどですね、その国債をですね、国民が持ってるというのはない。で、大抵の国はですね、外国これが持ってるんですね。ですから国の借金をですね、こう要するに外国からお金借りてるわけで、その借金が返せなくなるとですね、まあ、大変な経済危機っていうか、まあ、いわゆる財政破綻というものになってしまうんですよね。で、今もまあギリシャは要するに IMF とかいろんな外国から借りてるお金をですね、もう返せない状態で、返すためにはまたお金を借りないといけない、資金援助を受けないとならないという、そういった状態にこうはまり込んで、で、そういった問題が発覚したのがだいたい5年前で、で、その5年前からこう要するにどういうふうにやっていくかってことでいろいろ揉めてるわけですが、結局お金を返すためにはですね、ギリシャ政府の予算を削減してですね、使うお金を減らさないと返すお金が得られませんよね。そういった意味で緊縮財政って言って国家予算を減らしていくわけです。で、国家予算を減らすっていうことは、でも要するに国家予算の中には社会福祉の予算とかがあって、例えばその年金とかの予算とかいろいろありますよね。そして国家予算が減るってことは、簡単に言うと国のために使うお金が減りますから、景気はこう衰えてですね、まあ、いわゆる公共事業とかもこう減っていくわけ、まあ、そういったこともあって今ギリシャの国民はこう大変な思いをしているということだと思います。まあ、ここに一国のわがままで世界を混乱に陥らせてしまうっていうのがあるわけですが、まあ、確かにお金をこう借りながら返せないと、そういうようないわゆる見通しのないこう財務政策を取ったっていうのは、そのギリシャのある意味では、まあ、過失、歴代政権の失敗であることは間違いないと思います。ただこれをもうちょっと広い目で見るとですね、もっと違った側面があって、これどういうことかっていうと、その EU っていうのは一つの市場になってるんですね。人物金が自由に動くわけです。しかし一つの政府にはなってないんですよね。要するに経済的統合はできたけど、政治的統合はできてないわけです。で、この EU が一つの国であったらですね、ギリシャみたいな問題は起こらないんです。例えば日本の国の中でですね、どっかの国が、まあ、南の国だから例えば沖縄ですね、そのギリシャのようにお金がないとしてもですね、一つの政府のもとにありますから、その政府のもとで例えば沖縄で失業した人その他にはですね、ちゃんと社会福祉が行くわけですね。しかし日本の中の各地域とは違って、その EU の中のギリシャっていうのは EU っていう経済圏の一部であっても、 EU っていう政府、連邦政府のもとに存在する地域ではなくて、まあ、結局別の一つの国なんですよね。だからその EU っていう国の中ですね、デコボコ、経済状況のデコボコ、勝ち組負け組がいた時にはですね、この負け組の人たちに対するセーフティーネットっていうのがないわけですね。日本の中で一つのこう経済圏が今できてて、その中で東京都が一番儲けてて、でどっかの県がお金がないっていう場合どうなるかっていうと、今もそうですが、そのより豊かな国のより豊かな地域のですね、税収が結局貧しいところにですね行くようになってます。東京の豊かな財源がですね、国を通して地方交付税といって貧しい県地域に還元されるようになってます。過疎のところ、産業がないと、そういったところの年金とか医療手当とか社会福祉制度は全部その要するに地方からこう回ってくるわけですね。そういった意味で富の再配分ってのができる。政府の機能というのはこの富の再配分で、その勝ってるところ、お金がたくさんあるところから負けてるところ、貧しいところに一定のお金をこう供給するって、そうすると国が安定するっていうことになります。しかし EU は経済市場は一つなわけですが、つまり自由に競争してるわけですが、しかしその中に一つの政府があるわけじゃなくて、政府はバラバラで、で社会福祉政策もバラバラですから、今回みたいにその EU の中で一番強い国は多分ドイツだと思います。そして弱い国が今ギリシャなわけですが、
そのそういうような状態になってギリシャがこうお金がない時にですね、そのギリシャの国民のためにこう社会福祉の政策をこれ与える安定した政府がない、その負け組のギリシャのその政府がその自分の中でそういったこういった危機の時にもその国民の福祉っていうのを考えねばならないってそういった問題がある。でこれはあの今後の世界全体の問題になる可能性があって、まあ、結局 TPP かみたいにですね、経済市場はどん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 統合されていく、その中で自由に競争していく。でそうすると勝ち組や負け組、これができてくる。じゃあ今度勝ち組から負け組にお金が回るかというと、勝ち組と負け組は別の国であるからお金が回らない。そうしたらこの負け組の国はどうするんだっていう問題、これは出てくる可能性がある。まあ、フランスの非常に有名な知識人で、ミッテラン大統領の特別補佐官と言われた出会ったあのジャックあたりという人がですね、最近の読売新聞に今お話ししたようなことを言っていて、これから世界は経済的なところでは、つまり市場では一つになっていく、しかし政府は一つにならない、それによってですね、まあその様々な経済的な歪みが出てくる、つまりまず格差が強くなっていくと、強い国弱い国、これは出てくると。その情け容赦のないこう市場競争がですね、解放された市場で行われていきます。そして、失業、これがあの増大してくる。激しい競争の中で、まあ、要するに弱い人たちっていうのは競争力がないということは仕事を失ってくるわけですよね。それからまあ違法な経済っていうんですかね、そういったものがこうどんどん増えてくるだろうと。そうすると結果的にですね、あのなかなかこう世界がまとまらなくなってですね、国と国、それから国と非国家組織の間の紛争、これが増大してくるんじゃないか。で増大した結果、最終的にそれを乗り越える唯一の手段として世界連邦政府、これができるであろうと。まあ要するに市場が一つになったら政府も一つにならなきゃいけないっていうのが道理なんだからってね。まあ日本で例えばその北海道とかね、九州とかがですね、例えばどっか一つがあの豊かでどっか一つが貧しかったら暴動が起こるわけですよね。まあ江戸時代の一揆ですね、一揆ですね。お侍さんこれだけが豊かで農民これが飢えてると一揆が起こっているわけです。例えば北海道がすごく貧しくて東京だけが豊かってことで、一つの政府のもとの社会福祉政策がなかったら北海道の方が一揆が起こってくる。でまあ、今その一つの一揆の形態として、まあ、イスラムとか途上国っていう貧しい国のとこから要するに先進国に向けてのその一つのテロっていうのがあるっていうのを私は思うとかあるんですけど、そういった形で経済格差、これあまりにも著しいとですね、最終的にこうなんていうか、こう政治的安定、これができない、その結果ですね、あの一つの政府、これが全体を覆っていかなければならない、これがまあ人類の歴史だと思います。だから EU 連合っていうのは政府を一つにして、それと同時に経済を一つにするってことはできなかったんですね。政治的自由を手放すってことはなかなかできないから、まず市場を統一しようと、そして徐々に政治的統合をやっていこうっていうのがこう EU の今までの道のりでした。だからまあ市場を統合してギリシャも他の国と同じようにこう経済競争に参加したが、しかしギリシャ弱かったと。でしかし政治統合はできてないから、弱かったギリシャで失業がどんどん増えた時にその国民たちを救う EU の社会福祉政策ってことはものはないと。まあ、すごく分かりやすく言えばドイツという一番のお金持ちがそのギリシャが負け組になった時にギリシャの国民に対して、安定した十分な社会福祉政策をドイツの国民に対してと同じように提供するってことがないっていう、そういった体制なんですよね。まあ、最近非常に有名な経済書21世紀の資本論かな、これを書いて有名だったピケティ氏っていう人がいますが、彼はまあこう言ってます。今この EU とギリシャの問題はドイツのエゴイズムであると。お金のあるドイツが今ギリシャを支えないのがいけない。ドイツは今ギリシャっていうのは歴代政権の失敗によって、つまり自分たちの過失によってああいうふうになっている。だから自分たちが一生懸命働いて努力して お金をそのままギリシャに回すってことはするつもりがないし、する必要はないと言っている。しかしこれはどうかと。ドイツは70年前同じようにナチス政権という大きな過ちによって第二次世界大戦に大変な負債を負ったと。
大変な借金を負った時に、その借金を他のヨーロッパ諸国は全部チャラにして、その結果ドイツは速やかに復興できたんだと。今ギリシャがやった過ちっていうのは70年前ドイツがやっている、今のドイツの豊かさっていうのはその時にみんなに許してもらったからじゃないか、まあそういうような論理でもってですね、まあ、ドイツがもっと寛大にギリシャを救うべきであると。誰でもいつか間違いを犯し負け組になって、でその時に立ち直らなきゃいけない時にですね、自分もかつて負け組になって他人に助けられたことを思い出してもらえば、まあドイツの恩返しとして今ギリシャを救ってほしいというような話があるんです。まあですからそういった意味じゃ一国のわがままなんだが、一国のわがままであるが、しかしそれぞれの国が過去には自分も同じようにわがままをやって、その時の周りの温かい対応によって今があるんであったらば、そのギリシャの今のわがままを過去の自分のわがままとダブらせて、ギリシャに対して一定のまあ寛大な対応があってもいいのかなとは思います。ギリシャ側の自助努力と、それからギリシャを自分と区別しない発想を持った他国のその協力のこの2つが合体して、お互いこう歩み寄る形で問題が解決されるべきではないかなと、そういうふうに思うんですね。まあ、今ここでお話しているその誰かの問題っていうのは自分の過去の問題じゃないか、ないしは慢心を抱いていれば自分の未来の問題になるんじゃないかっていう考え方、自分と他人を区別しない、時を超えて自分と他人が輪のようにつながっているんじゃないかというも話、まあところを変えて人を変えて似たような問題が繰り返されるんじゃないかという話、まあ自分と他人が時を超えて輪のようにつながっていて、歴史が輪のように繰り返している、これがまあ光の輪の輪の思想っていうの で、この輪の思想、自分と他人のつながりを意識する輪の思想がないとですね、調和、これも得られないんじゃないかと思います。輪っかの輪に基づく平和の輪なんですね。で実はこれがあの日本の根本思想、根本思想であります。まあ、日本にはあの調和の思想ですね、聖徳太子の説いた輪の思想、17条憲法、輪をもって尊しとすると、そういうのがあります。でこの 輪っていうのはですね、あの最初は平和の輪に限らず輪っかの輪も含まれていたんです。あの日本語で輪って言いますね。この輪っていうのは非常に重要な言葉です。日本人にとっては我々とか私、和人、和国といってですね、日本人は日本という言葉ができる前、古来はですね、輪を持ってですね、その自分の自分自身のこと、自分の国のことを表しました。そしてその根本精神がまた和という言葉で表されます。で縄文時代にはですね、その和上の集落ですね、環状集落、それから和上の列石、まあ多分宗教施設だと思うんですが、環状列石などを設けました。これはみんなが平等だってことを示しているんですね。あの要するにその長であろうとなかろうと、みんなこう一つの丸い円の中にこう村を作っていく。この輪っていうのはその万人がつながってかつ平等だってことの象徴でありました。でそういった縄文時代からの日本の平等の精神、この平等を象徴する輪っかの精神に基づいて、その万人が平等だ、つながってるんだっていう、そういった世界観、人間観に基づいて成り立つのが聖徳太子が通した平和の輪、調和の輪だった。輪っかの輪に基づく調和の輪、これが和国和人の我が国の根本精神なんですね。でそれがあの今後世界にとって非常に重要になるんじゃないかと私は思っています。このみんながつながっていて、そういった意味では平等で、例えば今間違いを起こしている人も、それの人だけが劣った人なんじゃなくて、過去には自分も同じような間違いを、その人と同じような間違いをしたんじゃないか、または未来にはするんじゃないかっていう、自分と他人のつながりを意識するこの和の人間観、つながり、そしてつながっているからに平等を意識する平等に認識する、この和の人間観、和の世界観、これに基づいて初めて調和っていうのが、協力っていうか、そういったものができてくるんじゃないかと思う。でまあ、ここで出てくる、まあ、ちょっと語呂合わせみたいになりますが、ギリシャというのはオリンピックですね、オリンピック発祥の地なんですが、そのオリンピックは言い換えると五輪なんですね、5つの輪なんですね。で5つの大陸のその輪ですね、人の輪、これが一つに集まって五輪、もともと五輪というのは、まあ、オリンピックというのは戦争の代わりのスポーツ競技だったんですね。皆さんあのオリンピックで槍投げとか砲丸投げってありますよね。
槍投げとか砲丸投げってどこで生まれたかというと戦争なんですよね。じゃあどうしてああいう競技になってたの、なんでそのスポーツ競技ってのは戦争の匂いをするんだ、スポーツって平和のためにあるじゃないかっていうんですが、それはあの歴史を知らない人が言うことで、スポーツってのは簡単に言うと戦争の代わりにスポーツしましょうっていうふうに始まったんですね。ギリシャとかそこで、まあ、皆さんいろいろ古代の歴史たくさん戦争がありましたよね。そうじゃなくてこのオリンピックの期間ではですね、戦争、殺し合いの戦争はやめてスポーツ競技としてあの競争しようってことになったんです。だから砲丸投げも槍投げもですね、人を殺さない形でこうやるわけですよね。まあ、そういった意味でも本当にこうオリンピック五輪っていうのはその戦争を超えた平和の祭典なんですが、その象徴として輪っか、これがあるんですね。これは何かの偶然じゃなくて、人が調和、これを大切にして、まあ、実現して戦争を退けるためにはですね、みんながお互いつながっていて、他人と自分がお互いの過去や未来になってるんだっていうつながりの人間か、平等な人間か、これが必要なんじゃないか。そうではなくて自分他人を区別して、あいつは俺と違って劣ってる悪いやつだというような気持ちがあると、助ける気持ちもなくなってくるし、傲慢によってですね、他人に対するこう、まあ、調和の精神がこうなくなってくるんじゃないか、つながっている平等な世界観でこう協力、これが生まれてくるんじゃないか、まあ、そういうふうに思います。まあ、このご質問の考案には自民党のマスコミに対する圧力発言についても、自民党のおごり甘え、議員の意識の低下などが表面化してきていると思いますって言いますが、この慢心っていうのは、まあ、簡単に言うとギリシャと逆でね、ギリシャは今要するにあの我々が見るとその劣った悪い人って感じですが、まあ、自民党って今強い優れた人ってことなんですが、まあ、こうした要するに他人をこう見下す気持ちですね、慢心と卑屈ですね、自分と他人っていうのがあのそのを優劣で区別した状態、これからいろんな問題が起こってくると、他人の問題を見ては自分の過去や未来だと思って、まあ何て言うかな、反面教師というふうに捉えていく気持ちが必要でしょうし、そういったあの謙虚な気持ち、自分と他人をこうつなげてみる気持ち、まあ、平等主義の意識があるとですね、そのこうお互い協力し合い しやすくなるんじゃないかと思います。まあ、市場が一つになっていく中でですね、政治が一つになれるかどうか、まあ、ジャック・アタリ氏が言うように、その絵が一つになる前にはいろいろな苦しみを経なきゃならないだろうと、経済が一つにして自由に競争するっていうのはみんな今やろうとしてるが、その中で勝ち組負け組が出てきた時に、勝ち組が負け組を助けることができるか、負け組が要するにこう、自分が耐えるべき苦痛とかですね、それから屈辱とかそういったものに耐えてですね、調和を実現できるかということになるわけですが、まあ大抵やっぱり勝ち組の方は負け組に対して冷たいし、で負け組の方はですね、今のギリシャみたいに屈辱を言うの、今のギリシャに対する対応は屈辱であると、決して妥協せずに尊厳を守って戦おうというのはね、そういったギリシャの人だと思います。まあ、今今度国民投票をやるわけですが、国民投票で EU 案に反対だっていうのは、まあ、EU とは要するにこうもっと妥協せずに戦えという気持ちです。まあ、これはやっぱりどうしたって負け組の人の中で怒ってくると思うんですよね。自国の誇りっていうんですか、負けたくない、俺たちが悪いんじゃない、あいつらに、あれ以上こうなんていうかな、服従する必要はないという気持ちですね。そうなってくるとやっぱ必ず戦争ってこれで起こってくるんだと思う。まあ、そういった形で自分他人区別して自分の方が優れてる、自分の方が劣ってる、いやこれ以上屈辱は味わいたくないというような激しい感情からこう戦争っていうか対立関係で出てくると思うんで、まあ、そういったものを乗り越える新しい人間観といったものがお互いに必要なんじゃないかなって思うわけ。ギリシャの人にとってはそのドイツっていうのも昔今のギリシャみたいな状態を耐えて今のドイツがあるわけです。ドイツにとっても今のギリシャっていうのは昔の自分、ドイツがギリシャを昔の自分だと思って、ギリシャが今のドイツを未来の自分だと思って、
そういった慢心による他の見下しや、また卑屈から来る逆ギレみたいなものですね、双方が乗り越えることによって、まあ簡単に言うと卑屈、それから慢心、ここからですね激しい感情が生じて戦争になっていくと思うんで、それを乗り越える和の人間観ですね、自分他人は自分の未来や過去、自分や他人の未来や過去っていう考え方、これを持ってですね、あの調和に行ってもらったらいいかなと、そしたら理想の社会ができるんじゃないかな、そこでは、まあ、政治がこう一つになっていく世界連邦への道も開けるんじゃないかと思います。そして、まあ、その世界の平和、融和、この象徴であろうオリンピックはですね、五輪といって和っていうものを象徴しているわけですな。そこには何か私は非常に重要な意味、これを見出します。2020年後から5年後は世界中の人たちが日本に来て5つの和を象徴とする祭典の下で、まあいろいろな取り組みがなされるんでしょうが、それが世界がですね、その一歩世界連邦に近づいていく取っかかりになればいいかなと思うんです。で、まあそんな視点から見ると今のギリシャの問題っていうのは今後の地球を占うんだろうなと思うんですね。ヨーロッパっていうのはある意味ではその世界連邦においては最も進んだところということができます。なぜかというと EU はですね、2つの EU というかヨーロッパというのは2つの世界体制を経験して、その協力し合わなければ、一つにならなければ滅びると。第一次世界大戦、第二次世界大戦も両方ともヨーロッパが主戦場になりましたね。で第三次、世界大戦、第三次ヨーロッパ大戦が起こったヨーロッパも終わりだと、そういうのは分かってるんです。ですからヨーロッパのリアってものすごい強い意志で、特にあの上層部がですね、ヨーロッパを一つにしてこようと頑張ってきました。もうヨーロッパで戦いを二度と起こさないという非常に強力な意志でやってきたわけです。世界の他の部分はそれほど強力な意志、これまだありませんね。東アジアはまだ戦ったのは1回、大東亜戦争だけですから、まだそこではその東アジアを一つにしなければ我々は生き延びれないんだ、21世紀はないんだというような意志が日本や韓国や朝鮮や中国にはない、どころかまだその70年前の戦争の残存で争ってるわけですよね。しかし、まあ2回も3回も大戦を繰り返してきたヨーロッパは一つの国にならなければ生き延びられないっていう、まああるんじゃ知恵があるんだと思います。過去の大きな苦しみから、まあ、知恵があるんだと思います。そのヨーロッパが今そのギリシャを含めた問題でですね、もしこけてしまうとですね、人類は何回苦しい思いをしたら一つになってこれるんだろうかっていうことになるかもしれません。まあ過去に、これ以上のない、これ以上ないっていうか他の地域よりも大きな痛みを経験して、その痛みを教訓としていち早く一つになろうとしているヨーロッパが、まあ、今回のギリシャの問題、これを乗り越えられるのか、それともギリシャが EU 連合から離脱していくのかっていうのは、将来地球、人類全体、人類社会がですね、いろんな試練がある中でどのぐらい速やかに一つに慣れていけるのか、それともやっぱり慣れずに人類はバラバラで戦争がずっと続くのかっていうことを測るための試金石のようにも思います。まあそれがオリンピックっていう平和の祭典が始まったギリシャっていうところで起こっているし、そしてそれでキーマンが EU の主導者、最もお金持ちのドイツ、これはもう一つ前の世界大戦の、まあ要するに諸悪の根源ですが、まあナチスドイツが起こした第二次世界大戦ですから、そのドイツが今その平和の祭典の発祥の地であったギリシャと対峙する中で、まとめていくのか分裂していくのかっていうのは、まあ人類の歴史を象徴した分裂の道か調和の道かっていうことなんじゃないかなと思います。翻って東アジアの方はですね、ヨーロッパと比べて非常に情けない状態で、ドイツが EU 連合の中心となってヨーロッパ社会に融和したのに対して、日本は東アジア連合体の中心となって韓国とか中国と融和したかっていうと、ロシア、韓国、朝鮮、中国みんな関係悪いんですね。まだ領土問題あるし、北朝鮮とソ連とはまだ本当の意味での平和条約っていうのを結べてないっていうんですかね、そういった状態になってるんで、あのドイツがその第二次世界大戦後に近隣諸国とあれだけ見事に融和したのに対して、日本はなんでアメリカとだけ同盟関係で、あとみんな大体うまくいってない、
そういった状態になってんだろうなっていうのはあると思いますが、まあジャック・アタリ氏などによれば、日本や東アジアはまだ1回しか戦争してないと、ヨーロッパもあれだけボロボロになってるから融和しなきゃいけないったら分かるということになるのかもしれないんですが、今後まあ紛争はやっぱりおこうってあまり欲しくないんで、いろいろ試練はあるんだとは思うんですが、なるべくこうヨーロッパを一つの教師っていうんですかね、先駆者として、まあ、ある意味での反面教師ですよね。戦ってしまったらどうしようもないと、ヨーロッパ戦ってるうちにですね、アメリカがトップになったわけですからね、漁夫の利っていうか、そういったことを考えて、その協調融和こそがですね、本当発展の道だっていうか、東アジアにもこう開いていくといいなと、そういった考え方がまあこう出てくるといいな、まあそういうのを思います。よってまあこの EU とギリシャのこの問題っていうのはですね、非常にこう人類の世界の歴史の中で、まあ一つになっていくべき人類のこの歴史の中で非常に重要な問題、非常に象徴的な問題だと。だ今後どうなるかっていうのが、ヨーロッパの未来はもとより人類の未来を一つ占うんじゃないかな、まあそういうふうに思う。今後の21世紀にこういった問題ですね、その格差によって、まあ、経済的格差によって政治的なこう分裂対立が生じてしまって、生じてしまう、そして場合によってはそこから紛争が起こるっていうのはですね、いろんなところで起こりうると思います。で、それを最も先に乗り越えていこうとするヨーロッパが今回の危機をどう乗り越えるのか、まあ、非常に注目しています。それでは3つ目のご質問にお答えしたいと思います。ブッダは苦行を否定していますが、一般には苦行のようなイメージがある。断食も健康法の一種として行う場合や、健康に良いと思われる呼吸法にもそれなりの苦を伴うものもあります。苦行とそうでない行の線引きのもの、線引きはあるのでしょうか。まあ、あまり仏教を知らない方に解説しますと、ブッダっていうのは最終的には中道の悟りを得たと言われています。で、人生前半はですね、王子として欲楽にふけったんですね。そのいろんな快楽的刺激を求める、でもそれじゃ幸福にならない、こういった自分の王子としての人生も老いやみ死んで虚しく消えていくのだということに悩み始めた、ゴータマ・シッダッタ、後のブッダはですね、出家をして苦行の修行を始めます。苦行の中では体がもうガリガリに忘れて死の一歩手前まで行くような、そういった苦行もあったんです。当時の苦行っていうのは、その苦しみの果てに真の幸福があるって考え方で、場合によっては死んで、死ぬことがですね、苦行の果てに死ぬことがですね、その本当に苦しみを超越した状態だと、その生命体を物質化することがですね、真の幸福だって意味で、生とその喜びを完全に否定した対極にあるような思想の一面もあったんですね。しかしブッダはその苦行をですね、突き詰めていくうちに、最終的にこれは本当の幸福の道じゃない、これは本当の悟りじゃないと考えるようになって、同じ苦行仲間の激しい批判、あいつは堕落したっていう批判を受けながらもですね、苦行をやめて、で、まあ体を養うような、まあ沐浴や栄養を取る、沐浴をし栄養を取った後に菩提樹という木の下でその7日間の瞑想を7回繰り返した、その49日間の瞑想の中で、先ほど言った欲楽にふける道でもなく苦行に陥る道でもない中道、中の道、中道の悟りっていうのを得られた、これがブッダの悟りだったわけですね。で、そういったことでですね、ブッダは中道の思想を持っていて、中道の修行者で苦行を否定してるっていうことなんですが、そういった視点からのご質問ですが、ここにあるようにですね、一時的な断食っていうのはですね、多分ブッダの感覚では苦行じゃないんだと思います。現代の社会の人ってやっぱり、まあ、どちらかというと快楽中心の世界ですから、その人たちにとってみるとちょっと断食っていうのは苦行なのかもしれないが、ブッダから見るとですね、断食とか、まあ、それから一日の 日が出てる間にこうご飯を食べないというラマダンってありますよね、イスラムの。ああいうのはですね、苦行の範疇じゃなくて、まあ、ちょっと自分を鍛えてみようっていうぐらいの話じゃないの。で、そのぐらいのことをやった方がですね、例えばいろんな、なんていうか、知恵とか気づきも得られるっていうことはあると思いますね。まあ普段こう1日3回たらふく食べてる人がですね、
まあ、1日1回にしてラマダンみたいのをやるとですね、まあ、例えばご飯を毎日満足に食べられない途上国の人たちの気持ち、これを分かって、まあ、行くことができたりします。ラマダンの時はそのラマダンで世界中のイスラム教徒がみんなで苦しみを共にするっていう、こう意味があるそうですね。まあ、あの先進国日本において東北大震災の時なんか、まあ、非常にこう苦しい状況があって、その時に初めて人と人のつながりとかね、途上国の人のことを思ったりした人がいるっていうんですが、それは慈悲っていう柔らかい心の温かい心の働きですね。これ、まあつまり他の人の苦しみを分かち合うっていうのもさっき言った和の形成なんですが、心の和を形成するってことですよね。思いやりの和っていうか、苦しみを分かち合うっていうんで、そういったことっていうのは結構何か苦しいことをやって初めてですね達成することができて、なんか世界中でたくさんの人が飢えてるのにですね、日本人がよくやってるのに飽食の実践とかしてたり、世界中で皆さん多くの人が飢餓、貧困、お金がない状態なのに、日本でこうまあ要するに成金っていうんですか、まあ要するに、十分な資産を持ってたりなんかするとですね、他人の苦しみとか分かっちゃうことはできません。そういった意味じゃ、ある一定の苦しみっていうのは慈悲、これを培うと非常に重要で、慈悲、苦しみが慈悲の源、苦しみが慈悲の源になると言われています。ブッダは先ほどは説明しませんでしたが、じゃあ要するに欲楽にふけるんでもなく苦行に陥るんでもなく、何を大切にするかというと、先ほどお話したようにその心の静まりと広がり、弱性と慈悲、弱性と慈悲、これを重要としました。まあ、よく涅槃という言葉がありますね。皆さん涅槃というのはブッダの悟りの境地なんですが、それが我欲、これが静まった弱性の境地と言われています。涅槃弱情なんて、ね、それからもう一つのブッダの教えのトレードマークは慈悲というものです。ブッダや菩薩、これはまあ慈悲の化身だって言われますね。それは心の広がり、温かさ、自分と他人、をつなげてみてですね、その苦楽を分かち合っていくっていうような心の働きです。この弱性と慈悲、これがまあ中道の悟りを得たブッダが真の幸福の道として、まあ提示したものです。ですからその他人が苦しんでるのに自分だけは欲楽にふける、その自分や自分のものだけにこだわって、お金、名誉、地位を求めて勝利ばっかりにこだわる、そういったまあ生き方、これは否定して、それによって勝ったり負けたりする時の心の波っていうのを安定させて、で、一方その自分をこう痛めつけるような苦行、これは無意味であるとして、そういった極端もこう避けてですね、自分に必要なものは確保しながら、それ以上のものは他人に分かち合うっていうことで、その欲望、過剰な欲望を乗り越えて心を沈め、で他人と分かち合うことによって心を広げて深くすると、そういうこう悟りですね、こう中道の悟りのイメージですが、それをこう説くことになったわけです。でこれがまあ中道の悟りです。ですからこの中道の悟り、この実践の中にですね、多少の苦しみを経験するっていうのはですね、例えば断食をやったりですね、呼吸法をやったりする、それは要するに世の中たくさんの苦しみがあるわけですから、それを分かち合うという一面も含めてですね、決して中道の修行のその範疇を超えてはいないと思います。まあ苦行っていうのはやっぱり、こう自分のためにも他人のためにもならないのは極端な実践のことを言うんだと思います。まあ、そういった意味でですね、我々が日常生活においていろんな苦しみを経験するわけですが、日本人が普通経験する苦しみっていうのは、決してなんていうか苦行主義の偏った極端な苦しみではなくて、まあ、中道の中で、時折経験したら自分の心の肥やしになるような、まあ、そういった良い経験、貴重な機会の場合が多いと思います。まあ、日本人の経験している苦しみは慈悲の源となる貴重な機会である場合が多いと思います。まあ、苦しみっていうのはその単に慈悲を培うだけじゃなくて、自分をこう鍛える、引き締めるような部分もあると思うんですね。まあ、例えば批判というのは苦しみだって言うけれども、批判がなくしてどうして自分自身では気づかない欠点、これに自分が気づくことができるだろうかと。批判をあまりにも嫌がるっていうのは、結局今の自分、これをそのまま褒めてほしい、すぐに自分は称賛されたいっていう気持ち、これが強くなりすぎてて、ある意味で自己愛過剰な状態で、
本当の意味での自己愛っていうか、本当の意味で自分を愛するっていうのは自分の長期的な成長のことを考えて、さっき言ったように継続的に努力していくことですから、今批判される苦しみ、これは未来の成長の喜びにつながるものだっていうことで、批判、これは未来の称賛の源っていうふうに考えることもできると思います。こうして苦しみの裏側に喜びがある、苦しみの裏側に喜びがあるっていうような視点を持ってはですね、そういう視点を持つための訓練としては一定の苦しみを経験した方がいいと思います。人生結局苦しみってあるものですから、その苦しみがですね、あまりにも極端な苦しみで、例えば途上国に飢えて死んでしまうとか、そういうんだったらそれは解消していくっていうのがいいと思いますが、日本人が今豊かな社会の中で経験する苦しみ、日常の人間関係のトラブルとか、漠然とした抽象的な未来の経済的な不安、この程度の苦しみはですね、あった方がその人の精神を鍛えることができる、まあ逆に言うとその人が幸福になるために逆活用できるのが、そういったまあ中道範疇の苦しみかなと思う。批判の苦しみは自己愛をこう抑制して、その批判を活用して自分が成長していく、欠点を克服していく、そういった機会になるわけですし、まあそういう意味じゃ甘いですよね。それをこう乗り越える、そういった機会になる、それが批判の苦しみだと思います。またまあ飢えるっていうのは良くないにしても、日本人みたいに若干の抽象的なその経済的不安が未来にあるといった程度だったらですね、まあ自分の節約、質素倹約、この習慣を身につける機会にもなると思うんですよね。それからもう一つ、途上国の人たちを含めた、ギリシャの人も含めた、そういった世界中の貧しい人たちのことを思いやる機会、これにもなると思うんですよね。一生十分なお金、これがあったらですね、貧しい人たちのことをいつ思うんだろうか。どんなお金持ちでも世界中の人のことを思って、その資産を分けたり、途端に貧乏になっちゃうわけですよね。お金持ちっていうのは簡単に言うと、お金持ってなくて苦しんでる人のことを考えないでいられないとお金持ちになれないんだ、ね、そういったよりも自分だけの狭い世界で幸福になってるわけです。自己満足の世界ですからね。心の広がりはない。お金が十分あったらお金の心配はなくなるかもしれないが、その他人の多くの人の苦しみを考える広い温かい心は得られません、ね、まあそういった意味じゃ心の広がりっていうのが得られない。他人のことはどうでもいいから、自分がお金があればいい、これがお金持ちの幸福です。その幸福っていうのは狭い幸福っていうのは浅い幸福なんじゃないかなと。深い広がりのある温かさのある心、これはお金持ちでは得られないと思います。アメリカの非常に有名な富豪ロックフェラーっていう人がですね、死ぬ時に人生金には何の意味もなかったと一言つぶやいて死んでいったっていう話があります。彼には20人の召使いがいましたが、彼の死に気づいた人がいなかったと。彼の元から自分の銀行口座に振り込まれてくる彼のお金のことはですね、すごく召使いの人たちは気にしてましたが、彼がまあなんていうかな、頓死したんですよね、結局自分の部屋で。それをですね、気づいた召使いいなかった。つまり、彼のお金、これを求めたが彼を愛してはなかったっていうことが、ね、そんな中で一人、人生金には何の意味もなかったとつぶやいて死んでったということでありました。そういったところで、人にとって一番重要なのは何か、お金か、それとも愛かってことになるんですけど、その人のお金を自分のお金を周りの人は愛してるだけだということを結構お金持ちの人は言うんですよね。そういったことを考えると、そのお金を分かち合って、その人格を、その人となりを愛してもらえる人と、お金を独占して、そのお金、その人のお金目当ての人ばっかりが周りに集まる人と、どっちが幸福なんだろうかってことあると思うんですね。ちょっと話がちょっと逸れてしまいましたが、そういうことを考えると、自分がお金があるのがいいのか、お金がちょっとない、不安があるぐらいの方がいいのか、他人の苦しみを思いやって、そういった温かい心によって幸福になろうとしたら、多少の批判、多少の経済的不安、これはないと不可能なんじゃないかと。全く苦しみがないことは非常に恐ろしいことだと。苦労は若いうち買ってでもしろとよく言いますけどね。苦しみが慈悲の源っていう視点から、皆さんにもちょっとこのことはよく考えていただきたいと思います。そういった意味で、苦しみっていうのは自分の過剰な欲望を抑えたり、
その正安泰に他を思いやる慈悲の心を培うために必須のもので、苦しみなくして、悟りなしと、苦しみなくして真の幸福、真の知恵、真の慈悲、これを得ることはできないというふうなことや。まあ私が繰り返し出しますが、こう大乗仏教の中で最も尊ばれている尊格として観音菩薩、観音様という存在の慈悲の化身、慈悲の化身、慈悲の心から生まれたって言われて、でどういうふうに観音菩薩が登場したかっていうと、観音菩薩として現れるその前の章でですね、その人はですね、親と若いうちに生き別れて、そして悪い人にですね、飼われてしまって、その離島の離島に送られてですね、でそこでずっと苦役を強いられました。そしてそのまま人生終わってしまった、要するに何の喜びもない人生で終わってしまった。でその途中で何とかそれから抜け出したいと思ったんだけど、そのやってくるのはただ苦しみの連続ばかりで、最後息を引き取ることになったんですが、その息を引き取るのにこう考えた。それが彼が観音菩薩として、その次の章に生まれ変わった原因ですが、それは自分はこの苦しみの連続の人生、何とかしよう、何とか抜けようと思ったけど、それができなかった。ついに自分は死んでいくと。それではこの苦しみの経験を縁として、来世他人の苦しみを思い取り除いていくものとなろうと決心したと。まあ苦しみの連続を未来の幸福のためにこう逆活用しようと彼考えたんですね。それで生まれたのが、まあ、慈悲の化身観音菩薩。慈悲の化身観音菩薩、最も多くの人に愛される、慕われているあの菩薩様ですが、その菩薩への愛や尊敬は、その菩薩が経験した苦しみから来たって言うんです。よって喜びばっかりの人が本当に知恵や慈悲を身につけ、その喜びばっかりの人が多くの人に愛されるかっていうと、多分そうじゃなくて、苦しみに耐えて、そしてそれをこう逆に活用した人のもとに多くの人が集まり、その人を愛するようになるんではないかということがあると思います。まあ、こういった意味が苦しみにあるんですね。だから毎日朝ですね、起きた時に今日こそ昨日までより苦しみが少なくあってほしいと思う。これは人情ですが、本当にそれでいいかは考えた方がいいと思います。今日こそ苦しみを、それから逃げずに喜びに変えていこう。苦しみの裏側にその恩恵があるんじゃないかと考えて、できれば苦しみに感謝できるようになりますように。今日こそ喜び、これが昨日よりもっとたくさん来てほしいって思うの、これはちょっとやめて、喜び、今ある喜び、これに気づいて、それを与えてくれる人に感謝をしよう。そしてなるべくその喜びを他と分かち合うことができるよう、感謝によって自分の幸福、この原因はですね、他人にあるってことで、感謝をすることで他人も幸福になりますね。そしてそれに基づいて何かの恩返しをすることによって、ますます他人が幸福になる。まあ、こういった感謝による他との幸福の分かち合い、それをしよう。まあ、そういうふうに考えて朝スタートするってこともできると思います。そうすると毎日毎日のパターンがこう変わってきます。今日こそ苦しみが減ってほしい、あの上司に叱られたくない。今日こそこういうことがあってほしいな、こういうことがないかな、ああいうことないかなって思っても、結局今日もうまくいかないっていう人生がですね、そう変わっていくんだと。苦しみを歓迎する落ち着いた精神は、周りから見ると安定した温かい人に見えますから、そういった人にはあんまりこう攻撃とか批判とか結果として起きにくい。そして今ある幸福、これを喜ぶ、ないしは他人に感謝をする人、そういった人には笑う角には福来た、下方は寝て待てということで、そういったそういうこう明るい人格のもとに客に集まってくるのが良い縁とか、まあビジネスにおいてもそういった縁なんじゃないかなと思うんですね。こうして苦しみから逃げようとしている、こう暗い、こう緊張した状態ではなくて、苦しみを喜びとして与えられている幸福、これに感謝して、でもっと欲しいとガツガツしない、そういった意識、まあ落ち着いていてガツガツしてなくて朗らかで明るくて、その安定している意識のもとにこそ苦しみが少なく喜びが入ってくるんじゃないか。まあ、勝つと思うな、思えば負けよって言いますが、苦しみを嫌がって喜びをもっと欲しいと思うな、思わない方が逆に苦しみは減り喜びは増える、逆説的な話ですね。
まあ、苦しみを避け喜びを求める気持ちを、これあってはいいんです、あってもいいんだけど、それが強くなりすぎると逆に空回りしてしまいます。腹八分目に医者いらず、勝つと思うな思いを負け、そういったことがですね、心の安定とひらがらい、これを求めるブッダの思想の中には含まれています。その刺激を求める、幸福を求める、そういったところがあるんだというような質問から始まった今回の講話ですが、それはいいんだけど、それを求めすると逆空回りになってしまいますよと、うん、今得ている幸福、これに感謝して、で他と分かち合うような明るい、こう友好的な人格、このもとに笑う角には福来たるってことで、お金や物や人も集まるんじゃないですか。そして苦しみだしビクビクしててですね、いつも人の顔を伺ってて、批判されたくないな、こうされたくないなと、そういうばっかり思ってる人が本当に尊敬されたり愛されたりするか、逆にやっぱ逆に批判したりいじめたくなるじゃないかと、そういうことだから、まあ、万事塞翁が馬、苦労は勝手でも死の若いうちはって言葉ありますが、そういうことを前提に、苦しみの裏側に恩恵を見出して、苦しみに対してですね、その、まあ、落ち着いた対応をする、こういった心構えを持つ、それが逆に苦しみを減らす方法じゃないか、喜びの裏側に苦しみが、苦しみの裏側に喜びがあるというお話です。まあ、こういったことでブッダの教えはですね、今言った言葉に尽きるかなと思うんです。苦しみの裏側に喜びがある、ね、喜びの裏側には苦しみがある、喜びの裏側に苦しみがあるから、過剰に喜びを求めるとそれが苦しみに変わってしまいますよ。苦しみの裏側に喜びがあるから、その苦しみの裏に喜びがあるから、苦しみを嫌だ嫌だと思うんじゃなくて、その裏の恩恵をよく考えていくと、かえってその方が苦しみがおのずと消えていきます、去っていきますよ。苦と楽が別だったら喜びをひたすら求める、これでいいと思います。で、苦しみをひたすら逃げる、これでいいと思います。苦と、もう一回言うと、喜びと苦しみが別であったら喜びをひたすら求め、苦しみからひたすら逃げるんでいいんだと思います。しかし喜びが苦しみにつながり、苦しみの裏に喜びがあるんだとしたらですね、これどうしたらいいかっていうと、苦しみと喜びが半分半分ぐらい、ちょうどバランス取れてると一番いい。喜びがありすぎたらそれが苦しみに転じていく、苦しみがありすぎるっていうのもそれはちょっと辛すぎる、でもちょうど苦しみと喜びがそれぞれそのぐらいあればちょうどいいんじゃないか。喜びが全くなければ生きていけないが、苦しみが全くなければ自分を鍛えたり慈悲を培うことができない、そういった意味じゃ将来の喜び、これが減る。今の苦しみは将来の喜びのための、自分を引き締め鍛えるための将来に向けての投資、投資なんだというような考えですね。だから今の喜びはそれでいいし、で特にその喜びを与えてくれる人に感謝すればそれがまた続いていく。自分だけの力で得たっていう慢心とかはダメだと。今の苦しみ、この苦しみもそれは将来のその投資になると、将来の自分を鍛える、よく向上させるこう原動力になるというふうに考えればそれでいいと。それをいたずらに逃げる必要はないんだというような考え方、これが苦と楽が表裏であって、苦と楽のバランス、これを重視する中道の教え、ブッダの教えです。苦楽中道って言いますかね、苦楽表裏、苦楽中道、まあ、そういった意味ではですね、日本っていうのは結構苦楽中道の実践非常にしやすいと思うんです。日本にはその飢えとか、それから絶対的貧困みたいな、その苦行みたいな苦しみってあんまないですよね。一方ある程度の苦しみはやっぱあるわけです、人生で生きていく。でこのぐらいの苦しみがある今の自分の人生、これはこれでいいんじゃないかと。これさえもなかったら、ある意味じゃ要するにいわゆる温室育ちでですね、本当に何か起こった時にぺちゃんこになってしまうんじゃないか、まあ、そんな風な感じもしますね。でこれぐらいの喜び、これでいいんじゃないかと、十分生きていくことはできるんだからと、まあ、そういった風に考えて今の現状を全て肯定することができる、そういった環境に日本人、まあ、いるんじゃないかなと。今このぐらいの喜びと苦しみがあるけど、このぐらいの喜びでも十分足りるし、このぐらいの苦しみがないと逆に困るしという考え方で、自分の取り巻く環境、森羅万象を全て肯定する、今の自分の周りの全てのもの、万物をですね、恩恵と見る、その喜びも苦しみも、そして喜びを与えてくれた人に感謝し、苦しみにも感謝する、これが、まあ、万物を恩恵と見て万物に感謝する、万物恩恵万物感謝っていう光の輪の、まあ、独自の教文であります。この境地になれればですね、まあ、悟りの境地だということです。それは万物を受け入れることができます。万物を受け入れて、
要するに苦しみからいたずらに逃げないから心が安定してるわけです。そして万物を受け入れるから心が広がってるわけです。今日の最初の話、心の安定と広がりはですね、今のようにして得られます。そのもっと欲しいという気持ちが強すぎると不安定になりますね。それでこう湧き立ってるわけですから心が。それからこれは嫌だって気持ちが強いと、苦しみから逃げる気持ちがあるとその安定は得られませんね。今の状態に、こうまあ今の喜びに感謝して、そして苦しみにも感謝できる状態で心が安定するし、そしてその苦しみにも喜びにも感謝できると、その自分の周囲全体、これに感謝してるわけですから、おのずと心はこう広がっていくわけです。静まった広がった心、これは万物を恩恵と見て万物に感謝する、そういった精神からもたらされるということになります。よって万物に感謝することができればですね、それがすなわち寂静と慈悲、広がりと落ち着きの悟りの境地とイコールということができます。そういった意味ではですね、そのあらゆる物事に感謝していくっていう実践はまさに悟りの道で、感謝に基づいて慈悲が生じるんだっていう話を先ほどしましたが、それはまたその通りだと思います。はい、それでは今日だいたい1時間15分ぐらいお話してきましたが、他にご質問はないかな。来場されている方から何か今までの話聞いていただいた中でですね、ご質問があればと思うんですが、ちょっと復習しておきますと、まあ一番最初にですね、刺激興奮を求めているんだが何が本当の幸福かっていう話の中で、心の安定と広がりっていうのを、まあ仏教哲学では真の幸福とするが、それはつまらないものではなくて、それがもたらす人間関係、それから体の安定、健康長寿、それから直感やひらまき、そういったものがこう総合されてくると、人生の後半で非常にこう大きな達成をすることができる、非常にそういった意味では刺激的な魅力的な人生を長期的な意味でもたらすものだというお話をしました。2つ目はギリシャ、ヨーロッパの話でしたね。まあ要するに他人を自分の過去や未来、自分を他人の過去や未来と見ることによって、その自分と他人をこう善悪優劣で区別しすぎずにつなげて平等に見る、そういった精神、和の人間観、平等的な人間観がですね、調和、平和、これをもたらすんじゃないか、輪っかの輪がもたらす平和の輪っていうお話です。それをギリシャという五輪、五つの輪の平和の祭典の象徴の国、と、まあ、結びつけて、まあ、お話しました。それが EU、 これがその今後示していくだろう人類の未来なんじゃないか、まあ、世界連邦への道を歩むだろう人類の未来の、まあ、一つのこう象徴なんじゃないかというお話をしました。で、3つ目に苦しみっていうもの、これについての、まあ、お話ですね。苦しみには裏側に恩恵があるという重要な意味合いがある。だから苦行っていう極端な苦しみを求める、これはいけないが、一定の苦しみ、これには価値を見出すっていう方法がある。まあ、苦しみから逃げるっていうことにおいて、逃げれればいいんだが、なかなか逃げきれないのが苦しみだから、そういった逃げきれない苦しみに関しては、その裏に恩恵を見出して乗り越えてしまえばいいんじゃない。苦しみへの対処っていうのは、苦しみから逃げる方法と、逃げきれない場合にはそれを乗り越える方法、それを喜びに変える方法がある。そうすると喜びも苦しみもみんな喜びになって、万物に感謝するっていう悟りの境地、すなわち安定した苦しみに強い、そして広がりのある、すなわち万物を恩恵と見れる、そういった意識状態、これが実現できますという話をしました。そういったところですが、何か来場されている方がご質問はありませんか。他に何か話すことあったかな。まあ、今日お話したことはですね、まあ、仏教哲学の根本ですね。仏教が目指す幸福とは何か、静まった広がった意識と、その長期的な人生における重要な達成ですね。で、それを知恵と慈悲というキーワードで読みます。それから2つ目はですね、まあ人類の未来ですね、和に基づく平和と
というものです。これは仏教哲学にも関連してて、仏教っていうのはその仏教の教えの象徴はですね、法の和、法理どうか、法の和と書いて法理、これをサンスクリット語ではダルマチャクラって言って、これがあのブッダの教えないしブッダの象徴です。ブッダの象徴が仏像だと思ってる方いるかもしれませんが、あの実はインドで仏教が始まった時には仏像とか、あ、そういうのは偶像崇拝でですね、そんなにこう盛んだったわけじゃないです。500年とか1000年後にだんだんブッダの象徴を仏像で作り始めましたけど、それまではですね、この法理、法の車輪、法の輪っていうのがですね、ブッダの教えの象徴でした。また禅なんかでもですね、その禅の悟りの境地をは何かというと、円相っていうんですが、一筆書きで輪を、円を書くんですね。これが要するに禅における悟り、真理、宇宙、この象徴だと言われています。心理学者のユングなんかも、この統合失調症や精神病理を治すときにですね、この輪っていうのが非常に、この輪っていうのが非常に大きな重要なシンボルになると言っています。まあ日本の皆さんは手のひらに輪を書くと心が落ち着くって言ったりしますよね。まあ、そういった意味でこの和っていうのが人の心の統合および人と人の間の調和、このためのキーワードになっているような部分がある。まあ、そういったあのことはあります。で、まあ、今日お話したことをですね、まあ、なるべくこう覚えていただいて、まあ、日常生活の中でまあちょっとでもね、まあ、生かしていただければと思います。まあ、その中ではその朝ですね、先ほど言ったように今日こそ苦しみをなるべく喜びに変えていこうと、今日こそ喜びをガツガツ求めるわけじゃなくて、与えられているものに感謝することにしようと、そうやってもっともっと喜びを、それからもっともっと少なく苦しみをっていうんじゃなくて、違ったベクトルの心持ち方してみよう、なふうに考えてみると、あの一日が別の意味合いを持ってくると、そうすると苦しみに強くなるんですよね。苦しみが来てもそのなんていうか、こうその裏側の恩恵を見ようとしますから、苦しみから逃げるとですね、苦しみが強くなって、ああやっぱり怒ったとか、悪いことが起こったって、そうやって苦しみをこう歓迎してるとですね、怒った時にもこう要するに準備ができてますから、受け止めやすいし、でそういった落ち着いた心ですか、まあある意味じゃその開き直った心ですかね、その方がですね、その悪いことが起こりにくいっていうのもあるんですよね。他人から見ると落ち着いて、安定した人に見えてきますから、まあそういった風な一日に変わっていく部分があります。まあそういった朝のですね、一つの瞑想、今日こそ苦しみが昨日までよりも少なくというふうに願うんじゃなくて、少しでも苦しみを喜びに変えてみよう、苦しみから逃げずに苦しみを歓迎してみよう、今日こそ喜びが昨日までよりもっと多く、昨日まで得られてなかった喜びを今日こそ得たいって思うんじゃなくて、すでに得てる喜び、これに感謝してみようと、そしてその喜びを与えてくれる人たちにその感謝を表してみようと、そういうふうに考える。そうすると苦しみに強くなり、そして喜びが逆に増える可能性がある。求めて苦しみを得るんじゃなくて、こう感謝を、ごめんなさい、求めて喜びを得るんじゃなくて感謝を与えて喜びを得るとか、苦しみから逃げて苦しみを減らすんじゃなくて、苦しみを歓迎して苦しみがおのずと去るのを待つとか、まあ、そういった考え方、そういった一日の始め方もあるんじゃないかということを最後にお話しておきたいと思います。はい、それでは今日一日公開ネット生中継ご覧の皆さんも含めてご清聴ありがとうございました。まあ、こういった機会また日曜日に設けますので、ご機会ご関心がありましたらまたご視聴いただければと思います。お疲れ様でした。